右大将殿、申し上げます。野原城が、野原城が、ヘンリクと夜明けの騎士率いる銀のフクロウどもに包囲されております。急いで野原城へ戻るぞ。その体では無茶です。ふむ、俺様も見てるだけで気絶しそうなんだぞ。うるせえ、傷なんかに構ってられるか。どうせこの砦も囲まれてる。転移魔法が使える隊員を、王冠士を呼べ。空間転移魔法で全員一気に野原城まで。右大将殿のおっしゃる通り、それが最速で我らが野原城に戻れる方法。しかし城まではかなりの距離がある。空間転移は肉体、そして意識までもオレーソに変換し、目的地で再び再構築する術。病や傷がある者には多大な負担がかかります。いかに右大将殿でも、そのお体では長距離の空間転移には耐えられません。王冠士には動ける兵のみを転移させ、我らは陸路で騎乗しましょう。バカ野郎、んな悠長なこと言ってる場合か。城を包囲してる銀の袋の中には夜明けの騎士がいるんだろう。だからこそです。悔しいが夜明けの騎士は非常に手強い。たとえ右大将殿でも満足に魔石器も握れぬ状態では、牙を抜かれた魔獣も同じ。それがわからないあなたではないはずだ。あなたが鍛えたこの衛兵たちと稀の朝様を信じましょう。きっと我らが駆けつけるまで持ちこたえてくれます。わかった。クス、皆の者撤退だ。衛星兵は負傷者の手当てを、王冠士は動ける隊員を大至急野原城へ転移せよ。急げ、右大将殿と私は陸路にて騎乗する。野原城、まれの朝様を頼んだぞ。お前たち、夜の祝福あれ。右大将殿が城を離れる気を虎視眈々と狙っていたか。卑劣な人間どもめ。コブン、俺様たちどうしたらいいんだぞ。シルバー、急に自分のほっぺた引っ叩いて。落ち込み、うずくまっていても状況が好転することはない。俺たちに何かできることはないか考えなくては。俺たちに何かできることはないか考えなくては。ああそうだな、山での鍛錬では道が土砂や倒木で塞がっていることがザラだった。思考停止し立ちつくめば刻一刻と日は落ちる。場合によっては二次災害に巻き込まれる可能性も高い。引き返すにせよ迂回するにせよ、決断は早ければ早いほど生存率は上がる。生きてさえいれば後でどうにかなる、毎日のように聞かされてきた言葉だ。ああ、それが僕たちの師匠の教え。リリア様をなるだけ安全かつ迅速に野原城までお連れしなければ。城を囲む銀のフクロウの包囲を突破するのなら飛行術しかないだろう。まずは砲機の調達だ。食料や医療品などもあればいいが。砦の中を探してみよう。監督、グリム、手伝ってくれるか。バウル様、我々は物資を調達してきます。いや、貴様らは降伏するがいい。え、我々の任務は失敗だ。右大将殿が貴様らに同行を許した時とは状況が何もかも変わった。行け、右大将殿が守ってくださったその命無駄にするな。しかしここに残ったのはほんの数名の隊員だけではありませんか。貴様らに心配されるまでもない。第一、人間である貴様らには銀のフクロウと戦う理由などないだろう。戦う理由ならあります。何？俺は
ヴァン・ルージュ殿が守ってくれなければ命を落としていたかもしれない。彼は命の恩人です。何としても生きていてほしい。理由など他に必要ありません。人間か妖精かは関係ない。バウル様、僕もシルバーと同じ気持ちです。我らが砦から出てくるのを虎視眈々と狙う鉄の者どもを突破し野原城まで駆けつけるのは生半可なことではない。貴様らを気にかけている余裕などないぞ。ご心配には及びません。僕らの師匠の教えに恥じぬ働き、ご覧に入れましょう。人間のくせになぜそこまで。命知らずめ、ならば好きにするがいい。私は忠告したぞ。ありがとうございます。急いで必要なものを揃えるぞ。もたもたするな。ああ、バルガスの補修で鍛えた俺様の華麗な飛行術見せてやるんだぞ。待てセベク、まだ砦の中に鉄のものが潜んでいるかもしれない。気を抜くな。ふん、そんなことは分かっている。グリムと監督生は僕の後ろを離れずついてこい。ふん、そんなこと言っていいのか。俺様の前に立ってたらうっかり炎で尻を焼いちまうかもしれねえんだぞ。な、静寂な貴様らを守ってやろうというのに。今の音は地下からだ。親父殿たちを狙う鉄のものか。ふん、おじい様たちの手を煩わせるまでもない。僕たちが成敗してやろう。それに城や砦の地下には厨房や洗濯室があるのが定石だ。陶器なども置いてある可能性が高い。行くぞ。このドアの向こう、人の気配がある。監督生たちは下がっている。行くぞ、シルバ。命だけは、命だけはお助けください。私たちはただの雇われ料理人で。ああ、なんだ、あなた様でしたか。驚かさないでくださいまし。もう妖精どもをやっつけてご帰還されたんで。いやあ、さすがです。妖精、あなたたちは何を言っているんだ。あんた、よく見て、この人、あのお方じゃないよ。本当だ、よく見りゃ、おぐしの色が違うじゃねえか。他人の空に。じゃあ、やっぱり茨の国の妖精。おしまいだ。ああ、もうすぐ生まれる孫の顔が見たかった。待ってくれ、俺たちはあなたたちに危害を加えるつもりはない。え、探し物が見つかればすぐにここを立ち去るつもりだ。本気だ、本気を出すんだぞ。魔獣が喋った。大丈夫、グリムは魔獣だが噛みついたりはしない。もう一度言うが、俺たちはあなたたちに危害を加えるつもりはないんだ。怪我人をここから安全に運び出したい。そのために宝器を探している。怪我人って妖精だろ。ああ、そうだ、あなた方から見れば敵になるのかもしれない。だがどうか力を貸してもらえないだろうか。わかりました。ほうきが置いてある物置の場所を教えます。おい、お前だってあんた、この子たちをよく見てごらんよ。あたしらの息子よりずっと若いじゃないか。それにあの耳、丸い耳、人間か。じゃあなんで妖精の味方を。そんなの知ったこっちゃないよ。もしかしたら妖精に脅されてるのかも。しかし、セベ君、僕じゃない。わかるぞ、
厨房に入ってからずっといい匂いがしていたからな。違う、監督生じゃないのか。いや、今のはお前だろ。あの轟音聞き間違えるはずが。黙れシルバー。坊主ども、腹減ってんのか。違う。ふねセベクのせいで俺様の腹の虫まで騒ぎ出しちまったんだぞ。最近ずっと干した肉とか木の実ばっかりだったから。ふん、ならさっさと言えってんだ。お前、あんとベーコンを包んでやれ。あいよ。急に何なのだお前たち。僕は施しを受けるつもりなど。俺たち料理人は腹が減ってるやつに飯を食わせるのが仕事なんだ。変に子供が急に出て行っちまって食材が無駄になるところだったし、ちょうどいいや。やった。ナナオちゃん、この鍋のスープも飲んでいいか。おう、好きに飲んでけ。クリム、貴様緊張感がなさすぎるぞ。最初にでっけえ腹の音鳴らしたやつに言われたくねえんだぞ。ほら、パンとベーコン、それと飲み水も。妖精の口に合うかはわからないけど、持っていきな。ありがとう、恩に着る。本当に似てる。おいシルバー、無駄口を叩いていないでさっさと物置の場所を聞け。ああ。物置は上の階の北側だよ。わかった。あなたたちは俺たちが去るまで厨房に隠れていてくれ。驚かせてすまなかった。どうか元気で。